梅北、梅台ガーデンは JR 大阪駅北側の再開発エリア、梅北2期にある庭園。ガーデン内には80種類12万株の花畑があり、季節によって植え替えられていく。以前の梅北ガーデンから引き継いだ花と緑に癒しと学びをプラス。夜になるとライトアップされたガーデン内にはビアガーデンやレストランが開設されている。 大阪市北区の都心部で商業施設グランフロント北立ての隣に位置する。2018年4月7日に開けには、広さは約7700平方メートル。大阪市が2015年3月に策定した梅北2期区域ちづくりの方針に基づく再開発の一環で2019年度以降に防災公園として整備される区域のため、 2019年3月24日までの暫定会にはとなっている。2018年3月18日まで1年半にわたって運営されていた梅北ガーデンから花と緑を引き継ぎ新たなガーデンとして2018年4月7日より一般社団法人未来教育推進機構が梅北梅台ガーデンを運営開始した。 2018年4月7日から2018年4月23日までのプレオープン期間を経て2018年4月24日にグランドオープン。開け庭時間は昼と夜に分かれており、昼の開け庭時間が13時17時、夜の開け庭時間が17時21時となっている。夜の開け庭時間にはレストランとビアガーデンがある。また、梅北、梅大ガーデンは、 様々な人々が出会い、出会うことで生まれる学びを創出する梅台プロジェクトとも連動しており、ウォーキングセミナーやヨガなどの学びイベントも開催予定される。ありがとうございます。